今日は暇だな。ヒカクラでも見よう。うわー、バカキン TV エビです。なんでヒカキンって検索したらこいつ出てくるようになってんだよ。ピンピンハロー YouTube ブンブンだろ。なんだよピンピンって、締まりねえな。それでは今日は初めてのマイクラやっていきたいと思います。バカがうまい建築とかできるのかな。マイクラって白で挟んだら黒くなるゲームかな。それはオセロだよ。ヒカキンのオセロニアの影響受けちゃってるな。あ、なんかいる。俺をあの穴に落としちゃおうかな。ほら、ここに落ちたらびっくりするだろう。で、自分が落ちちゃったよ。どうやってこれ戻るんだ。水の中歩いてるよ。すごいな。あ、泳いだりもできるんだ。なんだ、友達か。こんにちは。スキンシップを取ってて楽しそうだね。これはなんていう遊びなんだい。お、死んでしまった。だってどういうこと。どう考えたってダメージ食らってる音してただろう。しかもあんな気持ち悪いやつが友達なわけないだろ。ゾンビに倒された。あいつゾンビだったのか。あんなに可愛い見た目だったのにな。可愛くはないだろう。感覚もバカになっちゃってるよ。こうなったらゾンビにリベンジだ。絶対に倒してやる。ってこれってどうやって攻撃するんだ。もう適当にボタンを押すしかないくらえ。なんだこれ、ヒップアタックかな。俺の硬いケツをくらえ。それ攻撃じゃないよ。ヒップアタックを攻撃にするゲームなんてないだろ。かなりこの攻撃にビビってるんじゃないのか。とどめだ。やられちゃったね。溺れて力尽きた。あ、こいつ泳げないのか。違うよ、水の中にすぎて呼吸できないんだろ。武器とか持ってないのかな。お、なんか削れたぞ。お、なんか持ってる。ようやく武器をゲットしたぞ。これで叩けばいいのか。行ってきます。それ土だけどね。一回マイクラの動画見た方がいいんじゃないの。武器をゲットしたから今度は勝ってやるぞ。ゾンビ出てこい。あれくらえ。俺のこの武器をくらえ。何を持ってるのかわからんが、この武器で絶対に倒してやる。いっぱいいるな。武器に恐れをなして人数でかかってきたが、くらえって。またやられてしまった。なぜ武器が効かないんだ。それが武器じゃないからだよ。そんな四角い武器ないだろう。何度も何度もやられてしまったし、もう諦めるか。こっちの陸の方を進んでみよう。今のうちにベッドとか作った方がいいのに知らないんだろうな。あそこになんかいる。こいつは敵か。攻撃をしてこないから違うか。ただの鳥だろう。化け物かどうかの判断もできねえのかよ。こんなところに穴がある。ちょっと入ってみよう。何なんだろうこの穴って。暗いよ。どこにいるんだかわけわからなくなっちゃったよ。松明持って入んなきゃダメだよ。何やってんだよ。戻れなくなっちゃったよ。どうしたらいいんだろう。あ、あんなところに光があるな。出口かもしれないな。やったー。なんだこれ。死んじゃったよ。綺麗にマグマダイブしちゃってるよ。バカだな。溶岩に飲み込まれた。だってなんじゃそりゃ。溶岩って美味しいの。美味しくないわ。そんなことも知らねえのかよ。今度は雪山の方に行ってみよう。こっちには何があるかな。この白いのはさっき攻撃してこなかったから友達なのね。よろしく。雪山にはこいつがいっぱいいるんだね。どうも。こっちにもいた。どうも。よろしくね、僕バカキン。こんな雪の中、半袖で大丈夫かな。でも、こいつも僕と一緒で風邪ひかねえんだろうな。やっぱりバカって風邪ひかないんだ。雪山を登ってみよう。登山だ登山。エレベットだエレベット。エレベットを登るぞ。もしかしてエレベストのことかな。すごい名前の間違い方してるな。登ってたらまた友達がいた。どうも。って攻撃してきた。なんでこいつ敵だったのか。そしたらこっちだって攻撃仕返してやる。くらえくらえくらえ。どうだ俺の攻撃って。やられちゃった。
いいタイミングで穴に落ちたな。高いところから落ちてもダメなんだ。確認のため高いところから落ちてみよう。ここからジャンプすると、本当だ、ダメージを食らった。こいつ結構弱いやつなんだな。あ、また友達が現れた。どうも、何して遊ぶって攻撃してきた。こいつも敵かよ。この野郎倒してやる。僕の攻撃を食らえて全然前に進めない。こいつめちゃくちゃ強いな。負けちゃいそうだ。こうなったら一旦ここに隠れよう。ここに隠れればバレないと思うからな。角に隠れよう。やられちゃったよ。武器も持たずに敵に攻めて行き過ぎだよ。早く作業台作ってくれよ。またなんかいるぞ。こいつは友達かな。どうも、膨らんで爆発した。どう見たって化け物だろう。仲間なわけないじゃん。今のめちゃくちゃいいわ。もう一回見ていただきましょう。めちゃくちゃ気持ちいいな。なんで気持ちいいんだよ。やられてる映像だぞ。もっと見たくなってきちゃったよ。337拍子のリズムにするなよ。スローにしても楽しいんじゃないかな。もうこれ以上爆発のシーンはいいよ。それでは見ていただきましょう。どうぞ。お前のスロー映像かよ。そんなの見たくねえよ。ああ、間違っちゃった。爆発のスロー映像どうぞ。音が先で映像が後なんだね。雷とは逆なんだねって、どうでもいい情報だよ。なんか楽しかったし、あいつ見つけたら毎回爆発してもらおうって。ゾンビ軍が攻めてきている。こうなったら戦うしかないな。やっつけてやる。くらえ。こっちだってやるってとこ見せてやるって。やられちゃったよ。まだまだ行くぞ。次こそ倒してやる。どうだ、こっちの攻撃は結構効いてるんじゃないのか。2対1は辛いが頑張って勝ってやるぞ。よっしゃ、追い詰めてるぞ。お前は水に戻ってろ。よし、次はこっちだ。またやられてしまった。でもまだまだ行くぞ。どっちだったっけ、わけわかんなくなっちゃったよ。あ、こっちか。今度こそ倒してやるぞ。どうだ、そろそろやられてもいいんじゃないのかって。こっちがやられてばっかりっていうか、何度も何度も復活してきて、こっちの方がゾンビっぽいな。ゾンビ頂上決戦だ。普通のゾンビか、何度もやられるゾンビか、どっちが強いか勝負だ。相手もビビってるだろうな。何度も何度も倒してるのに復活してくるなんてめちゃくちゃ怖いはずだ。残りは1体か。武器を持ってるからめちゃくちゃ強いんだよな。でもこっちは何度でも蘇るからね。ようやく倒したぞ。やられすぎだろ。こんなにやられてる映像見たことないよ。また洞窟に行ってみちゃおうかな。やめとけよ。さっきマグマダイブしただろ。この穴なんかいいんじゃないのかな。降りてみよう。よし、どんどん先に進め。あれ、全然先に進まなくなっちゃった。どうしよう、行き止まりだ。戻りたい、戻りたいけど戻れないよ。最悪だ。ここで一生暮らさなきゃいけないのかな。結局こんなことになるんだからやめとけよ。こっからどうすりゃいいんだろう。暗がりをただただ楽しむゲームになっちゃうのかな。腹減ったら死ぬっていうの知らねえのか。暗くて何が何だかわからないけども、どうにかもがいて外に出てみよう。諦めたらそこで終わりだ。もう諦めろよ。こんな暗い中で何やったってもう無理だよ。暗くてよくわからないけども、これケツ出してる？ヒップアタックやってる？そんなことやっても意味ないよ。今からこのゲームはこの暗闇をただただ楽しむゲームにしたいと思います。ダメージを食らった。もしかして敵か。倒してやる。倒すなよ。やられて元の位置に戻った方がいいだろう。絶対に負けないからな。ああ、やられちゃったよ。なんでケツ出してんだろう。お前がケツ出す動きやってたんだろうが。というわけで今日はこの辺で終わりにしましょう。マイクラめちゃくちゃ楽しいな。マイクラの醍醐味何もやれてないよ。
っていうかどこにいるんだよ。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。どんな終わり方だよ。ヒップアタックしながら落ちてくって何なんだよ。あれ、しかもまだ終わりじゃない。クリーパーの爆発シーンはもういいよ。何なんだよこれ。もうこのチャンネル見るのやめよう。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。